どうも、ソーマトランジットです。僕ら引っ越してもう2ヶ月ぐらい経ってるんだけど、改めて業務スーパーの良さがもう身に染みたかるんですよ。この大人数で住むと。今日から1週間、まあ、僕ら6人でご飯毎回食べてるんで、6人で1週間1万円で生活して、まあ、業数の素晴らしさを伝えたいと思います。ということで、カルビを越しに来ます。フェードアウトしないついてこないでください。今俺フェードアウトするやつだと思います。ペコペコすぎて。カカカカカ。今日はカポカポ。痛い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 。確保しました。何中肌着てんのお前。世界一ダサい肌着てるじゃん。お前ちょっとそのぬめっさ。何中顔してるの。1週間分の食事買うから。楽しみよ。何食べたいものとかある？唐揚げ。唐揚げね。げじゃあ今日から練習か。ああ、いいね。しかもうちの唐揚げと、あの特別じゃん。うちの唐揚げとかある？ありますね。まあ、ちょっとタレが。あ、そうなの？ここのもう行数めっちゃいってるから。あ、そうそう、ね。特にスーさんとかね、天満ちゃんとサナマさんとかが行ってくれてるんで、確かに。行きますか。行こう。行きましょう。初めて業務スーパー入る。え？ 2 ヶ月住んで。人生初業務スーパー。え？そういえば。嘘、なんで入らなかった今まで。え、だってこれやっぱブルジョワに憧れてたから。あ、そっか、ブルジョワの真逆だもんな。真逆だから。確か、いや、そっちに行きたくて頑張ってたから今度。あ、確かに。え、ちょっと感動すると思う。あ、そう、確かに。ちょっと違うから、ちょっと楽しんでもらって。よろしくお願いします。買ってきたな、はい、これやばくない？これいくらだと思う？これ8000円とか思う。当てるなよ。ほんと当たったの？当たってるよ。え、やばー。え、当てるなって。聞くな俺に、ね、買い物あんましたことない。ちなみにカルビのおすすめどれだっけ？ね、俺カレーカレーでしょ。カレーとガーリ、これだ、ガーリペーパー。ガーリ、これこれ出てるよな。ガリフレ。ガリフレね。カルビって初業数だったでしょ？初業数。どうだった、どうだった？ドンキホーテみたいな。あー、確かに。だから陳列がね、そうそうそう、すごいいっぱいあったから、はい、じゃあ俺が一番金かからないよ。い、俺だって白ご飯とこれさえあれば俺も。まあ確かに、そうだ。もうこれいいよね。だ、俺とかはもう野菜とか欲しいから。じゃあこれ豆苗か。豆苗、だから豆苗はやっぱ俺この家に越してきて、うん、やっぱ豆苗好きになってるから。いや、これ初だ、もう5個買ってるから。うん、これでもちょっと足りなかったら2000円余ってるから、豆苗買い足しもいくらでもできる。あ、え、1週間1万円で過ごそうとしてるの？そういうことだよ。あ、じゃあすごいわ。いや、でしょ、このメンバー全部。そういうことだよ。あ、じゃあすごいわ。6人で。そうだよ。え？1週間すごくない？1300円1週間1人。めちゃすごいね。え、業数すごい。いや、すごいってなるでしょ。すごいわ。ちょいちょい買い足してはいくけど、はいはいはい、あと今回ね、ご飯入ってない。ご飯はもう買っちゃってるから、まあ、そこだけご了承ください。ご飯、例えばじゃあ一袋5キロだったら、うん、いくらぐらいな？あ、でも5キロだったら2000円しない。じゃあでもそれでもやっぱ1週間1万円でいける、うん、いけるいける。これ見て、これ焼きそば見たことあるかな。1キロね。これ178円。安いね。やばくない？すごいわ。で、これとご飯食べてるともお腹いっぱいになるんだから。相馬の何、お楽しみはどれなの？俺はね、やっぱね、行水で買ってほしい、キムチ。やっぱ偉いもんで、やっぱイメージつくな。いやこれね、やっぱ330円なんだけど、俺いろんなキムチスーパー食べてるんだけど、やっぱちゃんと美味しい。この量とこの質でこのキムチは美味しい。なんで笑ってんの？一生懸命だな。いや、俺マジでじゃあこのキムチに関してはこれ俺結構言ってんだけど、この行水のキムチはマジでうまい。ちょい甘ない？あのね、でもちょいで済んでるわけ。この値段とこの量でちょい山だから。なるほど、だから値段を加味したらこれ一緒になる。もちろんよ。そういうことだ。もちろんじゃん。じゃあ作りますか。で、今日は唐揚げ作ろう、まず。わー、やった。よっしゃ。お願いします。じゃあ、アシスタントついてください。じゃあ俺豆苗切ります。じゃあ肉とあれお願いします、はい、しば漬けらへん、はいはい、やっぱ3人がベストっすね、うん、これね。4人だとなんか邪魔っぽい、ね、入んないっすね。あ、なんかやりましょう。あ、じゃあカルビさん、ゆで卵お願いしていいですか？あ、もうゆで卵完璧に作る。あ、玉ねぎ、ちょこちょい、あ、やめて。じゃあこれどうして？じゃあ何？じゃあこれやめて。ダメ。本当にダメ。何個作りますか、ゆで卵？
読んで。おー、誰用ですか、じゃあこれ。タルタル。あ、タルタルのための。そうだよ。やべえ、お腹空いてきたわ。わかるー。カルビ起こすときからずっと腹鳴ってるから俺。そうなの。そうだよ。起こすなよ。絶対起こすよ、意味わからない。もう切っていい、これ。はい。こんな、うまくできない、もう俺が下手なんだけど。はい。今割り方見ました。今もうちょっと、まあ、見えないところ職人技出たな今。ほらここまでいくと、結構あんま見ないですよね、骨で。そうそうする、そうするとマジで結構大破するんですよ。めっちゃ簡単に向ける。え、どうやってやんの、どうやってやんの、これで。え、ここで。待って待って待って、どこで行くのこれ。え、どこで終わるのこれ。ここで、ここで行くの、うん。いや、お前腕短くてできてないじゃん。痛っ。いや、やりすぎだってお前、バカだろこれ。痛っ。やりすぎだって。あー、でもむずいよ、力加減。でもむずいっす。むずないって。むずい、お前これ大破してるやん。いや、だからやっぱプロの技っす。だって俺今普通にやってんのもパリンって割れちゃったから。強すぎだって。もっと優しくやるんや。そうだよ、ガシマン。ガシマン言うな。ほら見て、これもう、これはもう毎回使ってるニンニクの、これもう2本目ですから、うち2ヶ月にして1キロのニンニクを食べてます。これめっちゃいいよね、お得だよね。これダメだね。350円ぐらいか。うん、確かそんぐらい。うん、これめっちゃいいです。これじゃあ入れます。あ、知らず、もうやってます。これは何入れてるんですか。生姜と鶏ガラと塩コショウ。塩コショウ、醤油、ごま油、うん、で、ニンニク、うん、酒も入れます。入れます。どんぐらい入れますか。結構入れちゃう。カルビも外入れてほしそうだった。ん、ニンニク、わあ。ニンニク入れてほしい。これもうみじん切りっすか。みじん切りです。やば。じゃあ、揚げます。いけるか。まだちょっとちっちゃいのいってみようか、うん。あ、でもなんか音が良さそうですけどね。あ、いけてるいけてる。やっちゃっていいっすか。はい、皮目のじゃない。はい、二度揚げってすごいように見え思えるやん、うん。二度揚げってめっちゃ普通らしい。あ、そうなん、うん、ラオさん言ってたよ、なんかこれ二度揚げするんですよ。確かにめっちゃ普通じゃんと思ってた。ああ、そうなん、スーさんも思ってたんですね。はい。やっぱラオさんは前には言えんかったから。いや、言っていいですよ、お前普通じゃねえから。言っていいもんね、別に。全然悪いことじゃないもんね。ラオさんってだから俺本当になんか YouTube 始めたもんな。思ったよりも雑に扱ったもん、ね。あ、そう。あと雑に扱ってもらったら嬉しいんだよね。思ってるよりもね。ちょっといいこと思いついちゃったんですよね。焼酎ってありましたっけ。君あります。おー、いいっすね。え、デンさんも行きます。え、行きたいです。あ、行きましょう行きましょう。え、野沼さんは、うん、大丈夫ですか。大丈夫です、ありがとうございます。スーさんは大丈夫ですか。大丈夫です。話、はい、ありがとうございます。え、カルビは食わない。これにまずさ、これまず入れるわけ。このしば漬けの汁入れるの。入れるんです。で、この後に炭酸ですよね。へぇ、ちょっと興味出ない。まあ、確かに確かに。うまいのかな。うわぁ、絶対うまいじゃん、こんなん。しば漬けサワーあるの、実際に。ありそうやね。あるあるある。あ、じゃあやっぱ手で混ぜるんだ。俺はね、デザイン行きましょう。梅干しサワーみたいな感じ。ああ、そうかも。ありがとうございます。じゃあ、先生、乾杯。いよいよす。へー、もうちょい濃くていいかも。一口もうちょい。あら、ライリー。あ、確かにうまい。うまいよね、意外といけるよね。うまい、うまいじゃん。うまいじゃん。これ美味しい。これ、あ、結構好き。美味しい。作ろうか。飲むかな。じゃ、うまいわ。うまいよね。うまい。おー、嬉しい。カルビが飲むって結構うまいな、ちゃんと、うん、うまい。これちょっとポイントなんやろ。これで俺のエリーも増すんだ。じゃあ、いいだぞ。おい、よいしょ、はいよ、よいしょ。うまいわ。いや、いい。うまっ。これいいね。これマジうまっ。夏にいいね。あ、そうだね。夏にいいね。あと、このやっぱ作りながら飲むっていうのもいいんだよね。あ、確かに。結局ね。なんか全然、なんかレモンサワーとかよりも美味しいけどな。あ、ほんとに。じゃないか。カルビの説得力やばい。普段お酒飲まない。あ、確かに飲まないな。飲まない人がうまい。レモンサワーよりもこっちあったらこっち頼むわ。うん。出すか、これ。あ、いや、いいと思うけど、ね、ただお前、赤やで。
いただきます。うまっ。ペンさんのいつものでしましょう。味見しながらいきます。手でいっちゃいますよ。あ、ダメです。え、なんで？蓋で振ります。あ、蓋で振るんだ。これ鶏ガラが溶けないみたいです。これ振らないと。よし。もう溶けたかな。おお。相馬屋サラダね。うまっ。うわ、ちょっと酔ってきたわ。これうまそうだわ。まだ半分しかなんだよね。もう2杯目です。あ、頭切り。お前酒強いな。酒かっこいいな。まあね。いただきます。いただきます。いただきます。偉いね。いやだから豆苗サラダ好きだからいいね。これ、うん、俺サラダ界で一番好き。おお。天満ちゃんのドレッシングがこれ優秀ってことなんやろ、うん、これマジでうまいわ。うん、伝授してもらった。あ、ほら、うん、鶏ガラ、うん、言うてこれも300円しないですもんね、この量で。これ条件反射でマヨネーズもあったもん。まあマヨネーズもいい。でもマヨネーズ好きだったら、しかもしば漬けも好きでしょ。ゆで卵も好きやん。うん、もう好きが詰まってる、うん、このタルタルは、うん、いいですね。ポリポリ、うん、これをのっけて、あー、のっけてもの、そうそうで、そうそうそう、あ、いいね、そんぐらい、いいね、俺ものっけましょう。いいじゃん、いいじゃん。あー、せーのでいこう。せーの、うん、うまっ。うまいな、うん。いや、酔ってきた、マジで。じゃあ、ほんと。やばい。全然。あー、いくね。あと、ご飯多すぎんだよ、それ。だからご飯たくさん欲しいの。いや、俺思うわけで、やっぱそのままって、こう正直じゃん。うん、で、できるだけ裏表ないようにこう出すタイプじゃん、うんうん、でも世間の YouTuber ってそうじゃなくない？ああ、そうだね。だからこそうまくいってる人もいるし、うん、っていう。俺と相馬の多分共通点として、うん、オンオフない方がいいよね、うんうん、っていうのが多分あると思う、ね、まあ確かに。俺をめっちゃある方だと思ったオンオフ、うん、でもやっぱめっちゃないって言われる。ないよ。その逆に言うと、だからそのカメラのところがたまたまそのちょっとかかってるだけで、あ、いや別にプライベートとかでも回しなくてもかかるときかかるじゃん。ここおもろくなるわってなったときはもう、だから自然なんだよね。いや、そう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 。で、俺プライベートかかってるときあんの。いや、初耳だけどちょっと今なんか流そうと思って、これかかってるときあんの。相馬屋の動画がカメラ用でしょみたいな、うん、本当普通やん、うん、まあ確かに。この感じでご飯食べちゃったらもうああなるやん。うん、まあそうだね。だから多分その元芸人の血がうずいちゃって多分トークショーしちゃうんだろう。ああ、トークショーって、トークショーしちゃうんだろうね。トークショーね、俺らはやっぱ元芸人だから。言うてな。うん、やだな、本当に。元芸人ってこと本当に言わなくていいなら一生言いたくないもん。ね。あ、ガーリックパウダー持ってくる。あ、ガリフレ。ガリフレか。あ、いた。あ、さっき買ってたからね。うん。うわ。お。結構。え、結構。じゃあ、あぶってお前。やりすぎだろ。息止めてから。あぶ。うん。他に。おかずなかったらこれ使うかな。いや、美味しくないんだよ。美味しくないんだよ。あやこ丼作りまーす。イェーイ、イェーイ、盛り上がってるかー。イェーイ、あやこ丼食べたいかー。イェーイ、ほんま乗ってないな。あやこ丼食べたくないの。イェーイ、あー、よかったよかった。そうか、ええって、ええって、作らせろやって。おじさんに作るぞ、なんか遊んできみんな。まだ遊んだ。人数もやったらバケモンみたいな量になっちゃって。何の料理なんだろうこれ。バケモンの量じゃないですか。あー、でもいい匂いですね。そうですよね。今日めんつゆですもん。
めんつゆ入れてるだけです。間違いない。水とめんつゆ。仲間割れしてる。楽しそうやね。楽しそうな顔の後に美味しそうな顔見るのが幸せです。お母さん今なんかモテる系の男子かと思ったらお母さんだ。ごめんなさい、そっちか。お母さんか。ごめんなさい、ごめんなさい。タクトップお母さんか。夏のお母さん。夏のお母さん。じゃあ、行きまーす。すぐ解く？いや。解かない。うん。解かないんだ。なんかおおって感じですね。おお、どんぐらいだこれ？入れすぎ？はい、できました。わーい。わーい。いただきます。いただきます。いただきます。先にサラダ。お。うまい。うん。うまいわ。ちゃんとうまいわ。向かいのおばあちゃん。今日の声かけられた。出待ちみたいな感じで。うん、最近会わないね。まあそれはそうだ、うん。うまいわ。うおれ。今ねちょっと横目見てたんですよ。カルビのファーストバイト。よかった。めちゃめちゃうまいわ。これは嬉しい。ちょっと緊張してました。おばあちゃんとかどうでもよかったです。めちゃくちゃ美味しいです。よかった。本当にこれ、すき家とかより全然うまいんだよ。うわ、やばっ、すごい。すき家さんすみませんね、本当。うちのカルビが言ってるだけだね。うまっ。でもうまいわ。いや、気持ちいい。最中ですね。業務スーパー。はい。今日お弁当持ってきてて、業務スーパーのその食べながら、ちょっと。よろしくお願いします。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 入江さんからね、呼び出し受けたからね。まあまあまあ、呼び出しっていうかね。そう、呼び出しっていうかね。この間結構話したんですよ。そうですね。それで、結果、はい、攻めようと。そうっすね、攻めようっていう。そう。すみません、夜は攻めるよね。いや別に読む攻められる方なんで、オフィス大丈夫ですかこれ？金が欲しいと。なるほどね。シンプル金が必要なんで、まあ、だから続けていくために、ね、間違いない。で結構そう吉田さんが結構プッシュしてくれてると。相馬のこと。吉田さんが？いやめちゃくちゃ今プッシュしてる。まず、はい、俺的にはまあヒカルチャンネルの、まあ、ケツ持ち入江さんみたいな。まあケツ持ちっすね、完全に。俺のチャンネルのケツ持ち吉田さん。え、そうなんですか。初耳なんですよ。動画流しちゃうって何来てくさい。もともとこの人も、この人知ってる警察官だから。えそうなんですか。ちょっと眼鏡かけて。関係ないですか。ポイントとしてはもう一つ、俺の高校時代の同級生。え、うん、あ、ずっとなんですか。もっとちっちゃい頃から。ちっちゃいが幼稚園から。幼稚園から。その中で今も仕事してるんですか。めっちゃ仲良しじゃないですか。この会社に一つだけ連れ枠っていうのがあって。ゴリゴリの連れ枠。連れ枠。今後吉田さんがこうバックアップとかいろいろ話して。まあまあその、結構密に連絡取っていく。なるほどなるほど。今までほら自分たち考えてることが多かったから、うん、それを打ち合わせして、はい、ビジネスこういうふうにするといいんじゃないかっていうのを組み立ててくれるのが。なるほどね。そうすると相馬さんたちからしたら、はい、クリエイティブのことに集中できる。ああ確かに。ヒカルさんはそうじゃん、はいはいはい、クリエイティブ集中してて、はい、仕事を俺がやる。まあ間違いないですね、はい、それをの役。なるほど、ありがとうございます。それも疲れま す, お願いします。だからまあそんな考えなくていいから、そのお金の部分はね。もともと考えてないから。あ、まあ助かります、ね、はい、はい、僕は結構両方うん、うん、興味ある部分で、はいはい、まあ中間ぐらいの感じでやろうかなっていう感じですかね。そっか、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと弁当食べてもいいですか。いいっすよ。食べながら。お前酢持ってきた。あ、すいませんね。ちょっと匂いしたらすいません。あ、俺でかい方。冷やし中華。焼きそばです。焼きそば。はい。業務スーパーで。あ、あ、やべ。あとで拭いとく。やります。うまっ。そんな感じ長いよね、付き合いが。なんだかんだ。長いです、多分。ね。牛さんめっちゃ長い気がする。昔のチームが解散したりしちゃったから。昔のチーム。そこらへんか。昔のチームありすぎてどれかわからない。やめろ。いっぱい解散してみたいな。多分ヒットハウスですよね。そうそう。AI
開発していて、はいはい、サムライインフィニティっていうのがあるんですよ。うーん、 AI にトーマトランジスタチャンネルってどうなのって聞いたら面白回答してくれたんです。面白、ちょっと読んでいいですか。お願いします。トーマトランジスタはユニークな企画や面白いトークで視聴者を楽しませる才能を持っています。動画は視聴者が笑ったり共感したり新しい情報を得たりすべきすること内容を多くの人に引きつけます。いい AI ですね。性能いいですね。多分ね、めっちゃポジティブ。性能いいですね、はい、なるほど。親近感、彼の動画を親しみやすい人柄とリラックスした雰囲気を醸し出しており視聴者が彼との距離を近く感じることができます。またソーマトランジスタ自身のキャラクターが視聴者の共感を呼びファン層を拡大しています。いい AI だ。なんかちょっと恥ずかしいな。いい AI、気持ちがいい AI。自分で呼んで恥ずかしくはならない。全然全然全然、気持ちいい。あ、事実言ってるなっていう。なんで AI 作ったんですか。いや、AI で会社自体も動かしていこうと思って、うん、の方がやっぱ時代が新しくなっていくから、はいはい、そっちの方が精度高くなるんじゃねってことですか。いや、この間見させてもらったけどすごかった、うん、契約書とか一発で速攻作れる、うん、さあ、そうなんですか。まあでも要するに、相、うんうん、馬さんたちを活躍させる場所をいっぱい作りましょうと。ありがとうございます。そう、要は、うん、ありがとうございます、はい、頑張ります。今日は、カルビのおすすめのこのカレーね。カルビカレー食べたいんだっけ。はい、カレー好きなの。カレー好き、あー、おすすめのカレーと。いや、そうなんや、だから今日全然気乗りしないです今日で、あと、うん、ヌーさんのおすすめのポテト、これもなんかマックと同じポテトみたいに言われてるらしくて、まあ美味しいらしい、どう、そうらしい。スーさんが言ってた、スーさん SNS です。 SNS、 グルメ SNS 貼ってるから。あとこれも多分ね有名なんですよね。そうです、行数のコロッケ、はい、これもグルメ SNS で SNS です。なるほど、今日揚げ物ばっかだな。揚げ物とカレーって。じゃあちょっと皆さん手伝ってもらってね。はい、揚げ物大臣なんです。じゃあ先にこのコロッケやります。ああ大丈夫？入れすぎ。めちゃくちゃ箸使わないですか？はい。ちょっと。やばいやばいやばい。揚げ物大臣が。シーカワみたいな。コロッケ一気に入れすぎだろ。温度激下がりする。ああそういうことか。べちょっとなっちゃうから。あ、そういうことなんだ。揚げ物大臣クビです。あ、やば。まだまだいきます。1、2、3、4、5、あ、これが一番美味しいんじゃないですか。これが一番美味しいんじゃないですか。ポテトと一緒にじゃダメなんですか。確かに一緒にやっちゃって。まあ、まあ、ポテトと一緒にやっちゃって。まあ、一緒にやっちゃって。一緒ですもんね。ポテトだし。めちゃめちゃ熱いです。ちなみにみんな手でやんない方がいいです。いきます。よいしょ。おー、あ、でも匂いいいわ。甘いですね、ちょっとこっちの方が。これ、あー、いいからかも。いいからかも。野菜いっぱい入ってますね。そうですね。あんまこんな入ったことないですね、レトルトで、うん。ほら、ルーの量が多いのもいいですね。ご飯結構入れてるのに、はい、こんなもう覆われてるんで。おー、すごい。ルー多い方が嬉しいじゃないですか。はい。1個100円しないの。でかいな、これ。すごい。安い。5分で、コロッケカレーが食べれるってことですね。いや、そうですね。おー、できた。ほら、もう早っ。はい、野菜ゴロゴロカレーです。いや、もう、下がりすぎ。いや、もう、だから言ったじゃん。いい湯。いい湯。40度ぐらいじゃないですか。油しみしみにしたいんで。やだやだ。最悪だよ。何？相馬さんのコロッケ。それ何？それ何？おい。おすいませんじゃねえ。いやなくなっちゃうよ。おいやめろって。おいかっこつけない。お前さ。まあまあしょうがない。俺が大臣任命したから責任取る。なんでこれ表にして。せめて表だろ。大事大事、任命、俺の責任だからこれ。ほら、帽子かぶっちゃって。おー、帽子かぶっちゃって。すごい。あー、帽子帽子可愛くない？コロッケの帽子
マダミスの舞台出るみたいな俳優さんですもん。俳優アクター、アクターヒーズアクター歌うんだっけ。歌うんですね。ちょっとその曲聴きながら食べたいですね。あ、いいですね。じゃあ覚えてください。じゃあ食べましょう。いただきます。ここは俺じゃない。おおラップ、この次俺、ここで、ここまで、すごい、すごい。え、全部歌うシーンある。最後みんなでララ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 ラ。いただきます。これで終了。あ、うまっ。辛っ。辛いんだ。うん、ちゃんと辛い。あのね、衣と一緒に食べるのがうまい。これ本当に子供食べれないの、この辛さ。大人のカレー、まあまあちゃんと辛い。これうん、うまい。ちゃんと辛いじゃん。うん、ちゃんと辛い。でもこれ好きだわ。結構好き寄りのカレー。やっぱ野菜ゴロゴロカレーってもうなんかよくあるカレーっぽそうじゃん。うん、あ、美味しい。うん、あ、うまいね。うん、じゃあコロッケの食べるのうまい。うん、でもコロッケうまい。コロッケうまいんだ。コロッケしかない。なんで？あ、僕のせいです。大臣に任命して僕の責任です。コロッケ美味しいです。うん、あ。いいですね。え、このさポテトにかけて塩何塩？あ、これはフレレンジーソルトとガリフレかけました。うん、うまい。いや、春夏秋冬。裏打ちすんなって。あ、ない友情。これで終了。そんなことないよ。なんてことないよ。またこれで終了ってあげないと。りょう、りょうっていかないと、ね、これで終了で、あともう普通だから、その喋ってるだけで、ラップをイントネーション。よ、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 うん、春夏秋冬、みんな優勝、分かち合おう、終わらない友情、これで終了。これで、あ、ちょっと、分かんない、名前、りょうって言うもんね。両方いかんの。りょうって聞いたら、今やってる。これで終了なんてことないよ。またいつかここで会えるでしょ、言うの。でしょはね、ワンチャンいらないかもしれないけど、本番ちゃんと裏返んないと。ちゃんと裏返んないと。それはそうよ。やっぱそんぐらいキャラ出していかないと、やっぱ舞台では。なるほど。今日はね、あのカルビーが昼からちょっと打ち合わせがあるんで、まあ、その間に、まあ、ちょっとプチね、サプライズじゃないですけど、餃子を作って、外で。ちょっと家キャンなんかしちゃって、みたいななんかしちゃって、いいですわね。ちょっとずっとしたかったんですよ、家キャン。俺ずっとしたかったんです、はい、このチャンスが来たんで、はい、やらせてください。じゃあ、餃子、急ピッチで作りましょう。はい。よーい、スタート。おー、すごい、早っ。90個。いいですね。ちょっと早速もう準備しちゃいましょうか。はい。キャンプ楽しみ。いやこれ激アツでしょこれ。やりすぎこれ。いやめっちゃ。やばい。ピクニックじゃん。もう飲まないと。せっかくなんだから。もうね。今日はもうブレイコーでしょ。昼から。毎日がブレイコー。とりあえず焼いちゃうか。焼いちゃいますね。はい。ありがとうございます。確かに。なめんな。いただきます。うまっ。うまっ。ああ、ね、最高。手で残し。いきます。よいしょ。よいしょ。水入れすぎ？うまっ！外飲み大好き。あ、来た。あ、来た。わあ、ちょうど、こいついいタイミング。おいおい、閉めるな。おい、閉めるな。キャンプしたすぎやろ。もうできたわ、今。餃子が。行数の餃子ができたから。行数キャンプしてんの？あ、1週間の中の。そうそうそう。ほら、見てよ。うわ、すごい。え、ちょ、ちょっと良くないなんか。てか、普通にいいな。なんかいいよね。うん。俺なんか癖、あー、ごめんなさい。くそー。大丈夫、大丈夫、いけるけど。
汚いとかじゃない。熱い。いやでも食べたかったね。食べたかったね。熱すぎ。マジでやばい。ビビった。カルビーしば漬けサワーだよねもちろん。ああそうだね。うん、しば漬けサワー俺めっちゃ好きやわ。結構ハマったよね。うん、初めてかも。美味しいと思ってお酒飲むの。わかる。だってカルビーがお酒おこんな美味しいっていうの初めて見たもん。こんな真っ昼間に俺飲まないよ。まあ、確かに。でも飲む。確かに、ね。間違いで。ほらこれできましたできましたほら。めっちゃうまそうやん。いやーすごいっすねここまでやってんの。ここまで来ちゃった、ね。もうなんか怖い。怖い。普通で行数と食べるでは飽き足らないでしょ。いやでもマジでちょっめっちゃ楽しい。おどう。うまい。おえー。ちょっと食べます。やっぱ酢コショウだよな、俺ら。あ、うまっ。え、マジでうまいな。これもあるぜ。何それ。ナムルとキムチ。ああ、ナムル絶対うまいじゃん。え、すごっ。豆苗入ってる。うまっ。ああ。有効活用してるな、この家。うん、いや、マジで。外で食ってよくない？うん、マジでよくない？しば漬けサワーもうめえし。え、これもしば漬け入ってるもんね。もちろん。え、俺しば漬けが好きなのかな。絶対そうだよ。びっくりした？いや、びっくりしたよ。外からさ、うん、誰の声やろみたいな。しかもなんか、この家めちゃめちゃさ、やなりするって言うから、はいはいはい、うわ、とうとう小人の尻尾つかんだ。いや、ありっすね。うん、いやもうめっちゃ言われるやん。なんか、相馬屋とかでさ、うん、直橋じゃなくて、うん、鳥橋使えないよみたいな。うん、誰も使ってないねん。もう誰も。全然大丈夫だよね。誰も使ってないねん。俺らだけじゃなくてなん、うん。難しいとこだよね。全部ハラスメントに見えちゃうから。ああ。俺、そう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 。だけどもう逆に、4人のチャンネル作ろうよ。この要は、ちゃここはそういうことだよ。いや、違う。いや、要は、俺らだけ出とるから、見えるわけよ。じゃあもう4人の、そうだね。スピンオフ、スピンオフチャンネル。で、それを全部コメントほぼ読む。で、全部その意思表明。これ言われてますけど、そんなことないですとか、あとこれは確かにうざいです。あ、全然ありないです。確かに。そう、俺らの文句も別に言っていい。そうそう、もし4人が取るとしたら取るとしたら本当何でもいい。スーさんと大食い対決はしたい。ああ笹沼 VS スーさんはパスタはどっちが勝つと思う。パスタはいやーでも結構ゴブっぽいんですよ。あおんないとね。弱気だもんね。弱気ですよね。保険かけてるって言ったりいけないって言ったり、ね、意見ぶれてるしてねえよ。2キロはいける。いや、ちゃまたですか。それ目合わせてください。いいな。かませ感すごいな。今日のシェフ、シェフ、シェフ、どうぞ。シェフ沼。今日のシェフ沼です。はい。カルビがどうしてもやっぱ佐野さんに作ってほしい。やっぱそういうことですか。やっぱ佐野さんのパスタ違う。やっぱね、佐野さんのパスタって炒めるんですよ。ああ、なるほどね。しますか、世の中。カニトマトクリーム、たっぷりガーリックトマトと明太クリームとあっさりコンソメ。おぉ、割るんすね。はい。茹で時間は書いてある通りマイナス1分ぐらいで。あー、やっぱちょっと固めに。まあ、茹で、炒めるからか。炒めるんで。あさりから。あ、あさりからいくんすね。あさりから。炒めがオリーブオイルと。オリーブオイルと、あの、ニンニク、業数のニンニクを一回。それはマルタの。なんか 白トリュフソースが入れさせてもらいました。濃厚が全てだ。全部濃厚にするためにやってるらしい。だから炒めるの。あ、だからそうです。あ、でもそれわかるわ。油足したい。そうだけど、一回俺自分の家作った時にサラサラだった時にやっぱそれだったもん。え、まずい。なんか足りない。美味しくない。あ、すごい。あ、これは合いそうですね。明太子クリームを。あ、なるほどね。はい、しば漬け、かかってるな。
合うんですか。合いそうだな。あ、いいじゃないですか。なんかわかんないですけど。いや、面白い。入れてみたい。気持ちが。気になる。気になる。クリーム系と芝漬けか。まあ、合う。なんかタルタルの流れかな。タルタルの流れか。うん、もう合うのかもしれない。もしかしたら。はい、初めてじゃないですか。初めて、確かに。芝漬けとチーズってなんか合うなと思って。あ、そうなんですね。はい。いただきます。いただきます。いただきます。早い。サラダ、うまいわ、このサラダ。店員さん直伝。うん、うん、うん、うわ、楽しみだ。スープパスタみたいになってましたもんね。確かに、結構汁多かったですね。はい、アサリのパスタ。お、うまっ。めっちゃうまい。アサリではないもん。はい、でもうまいです。なんだこれ。めんつゆも味も結構効いてて、うまっ。めっちゃうまいです。でも、うん、でもあさり感もちょっとあります。うまっ。どう、師匠の味です。あ、こっちも食べてる。うまっ。うまいっすわ。確かにうまいぞ。ワンポイントヌーがやっぱ効くんだな。うん、これちょっと気になったんですよ。明太クリーム。いや、俺もそれ気になる。しば漬け。しば漬け。あまりを。うん、あ、うまいっす、うまいっす。え、うまい、うん、うまいっす。これなんだっけ。これは、カニクリーム。カニクリーム。俺一番アサリ好きもやっぱうまいっす。アサリ結構濃い。全部うまいね。うん、まあ、どれかは好みかな。うん、この麺いいですよね。うん、なんかこの行数の平打ち麺みたいな、いいっすね。うん、本当はうまっ。めっちゃうまいよね。これ何加えました、一手間。これはめんつゆと、なんか白トリュフオイルみたいなのがあ、だからだ、めちゃめちゃうまくなってる。うん、白トリュフがいいの。白トリュフがいい。白トリュフが多分ちょっとあれ、業数じゃない。あれ、トリュフの業数じゃない。業数のトリュフじゃない。業数の、じゃない。その、ここに置いてあった、常備品であった。まあまあまあ。まあでも合うってことだね。業数のアサリとトリュフソース。どこにの家庭にもある白トリュフソース。これが唯一。かなりのノーマルかも。あ、そうだね。あの、要は師匠感がない。うん、何もやんなかった。それチーズとニンニクと、うん、豆板醤。あ、豆板醤だ。うん、あ、豆板醤か、入ってるんだ。豆板醤入ってる。他が全部な、師匠感がすごく。師匠感、多分麺の量が多いんだね。うん、師匠の感じが出なかった。しば漬けも癖になりますね。うん、なんかファーストインプレッション、うんって感じだけど、うん、めっちゃうまいな。どんどんテンション上がってきたね。いや、まあ上がる。遊び行きたい気分だね。すごいテンション上がる。そんなに。どうした？うん。どこ見てんの？髪の毛。なんで？いや、明日切んのかと思って。え、そうだよ。え、なんで？なんで？伸びちゃう。眠？いや、眠くない。いや、眠いんじゃ絶対。眠れていいのに。寝てる時間って何も生み出してないんだ。何も生み出せなくなっちゃいますよ、寝ないと。もっと来るかと思った。おい、トリュフやってる。うわ、贅沢。おいじゃないよね、ここに入れてる。もうこれ美味しいんじゃないの。お前さ、業数以外のやつ出してくな。出すな、出すな、出すな。それで美味しくなったかどうか。危ない。もうバカ息子みたいだった。うざいだろ。お母さんだったらマジ辛そう。でもってことはやっぱヌーさんの合わせの、うん、すごいっすね。眠て、ああ、眠くない。いいんだよ。全然悪じゃないよ。寝てる間って何を。え？タイムリップ。タイムリップ。最終日です。着きました。やっぱ最終日はもう鍋でしょ、もう。こればっかりは。せーの、いただきます。いただきます。
っしゃ。俺もさ、これ二個式でやってみたいんだよね。あ、二個式いい。相馬の味を知りたい。あ、いいね。豆板醤ある？豆板醤。豆板醤。相馬プレゼンツ。いや、これまずこの普通のポン酢ね、皆さんご家庭でできる。もともポン酢でこう豆板醤。豆板醤。豆板醤。辛いの好き？好きですよ。濃いの好き？大好きだから、なんで今までこれやんなかったんって話になっちゃうから、はいはい、これ食べたら多分やばいよ。飛ぶ？飛ぶ？あ、もういい。いけてる。もうこれ、もうこれで。あ、匂いはいい。カルビともう匂いって。ここもう一番美味しいとこ。あ、いいんですか。この早く取んないと。やらなくなっちゃうから。タイミング大事なんだね。タイミング。はいはい。で、ここだ。やっぱこれ汁を一回こう、削ぎ落とし切って、で、こうつけて、いただきます。はい。うまい。よー、来た。それぞれ多分みんな忙しかった。そうだそうだ。だって、で今日カルビはもう俳優デビューしたから。もう今日からアクター。アクター。俺ね、今日見れなかったんですよ。リザードの機会と会って重なって見れなかった。みんな見に来てくれたんでね、ありがとうございます。面白かった。本当になんか間違えたことがあって、セリフミスしたの。アイドル役やったの、夜のけど。俺らアイドルグループ名前ネクストスタンダード。あ、危ない。でしょ。で、最初のこれセリフで、僕たちはアイドルグループネクストスタンダードっていうのは、ね、はいはいはい、うん、本当に僕たちはアイドルグループネクストステージ。しっかりボケでもなく、ボケでもない。本当にやっぱネクステの方がやっぱ耳なじみがネクストスタンダードでも聞いてる数多いから、ネクストといえばステージになっちゃう。まあステージになる。え、それ言えばもう OK ですよ。いやいや違う、これすごいのがそれぞれ俳優さんのファンとかもいるから、別にヒカルさんのリスナーじゃない、うん、そうか。これぶっちゃけ全然笑わない、うん、誰も。めっちゃ面白いね。おもろいし、おもろい。俺らを知ってるから。そこだけめっちゃ友達いる。ああ、だからもうなんか本当に桜みたいな。そうかそうか、そう、俳優さんのファンの人多いんだよ。そうで温かい。だからそのみんな、まあまあ超えたらけど、めっちゃ売れてるような人たちではないから、その人たちはやっぱりこう応援してくれてる人たちだから、温かかったよね。へえ、めちゃめちゃ見てえなそれ。だからなんか28、29、30で、まあどれかが上がるらしい YouTube。 ああ、どれかが、どれかか。今のところどれかまだ聞いてないんだ。いや、わかんない。この後選びます、うん、なんかね、良かったやつを出すんやろうな。なるほどね、うん、全部出すってなるとっていう。そう面白い。いや、どうなるかやな。まあ、でも楽しかったけどね。いや、でも見ててもみんなも楽しいって言ってる。で、俺おもろかったのが、うん、そのなんか TKO の木下さんってさ、はいはい、その芸人が、うんうん、役者と仲良くしてるのを、はい、芸人がこうちょっと小バカにする、うん、なんかあったみたいな、うん、感じらしいじゃん、うん、気持ちわかった。なんかやっぱ舞台って、まあ、即興劇だけれども、初めましての人と、うん、じゃん、最初朝、うん、で、俺人見知りやん、うん、だけど、もうこれを作らないといけないから仲良くならざるを得ない。はぁ、だから人見知りしてる暇ないの。話していくうちにだんだんコミュニケーション取れてって、で、最後終わった日には2舞台も同じメンバーで作り上げたから、なんか共同作業を2つやったみたいな。なるほど、ね、なって、なんかファミリーみたいになったんだよ。友達も結構出て、もう友達みたいな感じだった、なんか俺はまた会いたいなって思ったもん。だけど芸人さんがそうなるのもちょっとわかるなって。ちょっと違うしね、 YouTube と。そうなんだよね。一緒に作るってないもん。おもろいのがさ、イケメンに囲まれるから美味しいのよな。あ、わかる。俺は一番わかるじゃん。じゃあだから、あ、こういうこと。だからそのイケメンの人がやっぱいじってくるわけですよ、はいはいはい、なんかだから俺今回2部隊中どっちとも俺犯人で潰されてるから。あもうでしかもなんかそうなったらおもろいよねみたいな流れになって、でもやっぱイケメンがいじってたら別に嫌な気せんやろ。そうか、そうだから、あ、その俳優と芸人みたいなこの構図が成り立っちゃうんやなと思った。なるほど、ね、こっちも受けに行くやん、いじられた時返しに行くやん、まあ、そうだね、そうだね。それがやっぱ結構ちょっと受けたりもしてたし。あ、なるほど。やっぱいじられ役を決めなくちゃいけないわけですよ。まあまあそうだと思う、うん、あー、なるほどね。いや俺今日びっくりしたね。そのなんかヒカルさんがインスタ上げとったんや、集合写真上がってて、マエスさんの隣にいるから合成かってくらい顔でかくない。はい、マエスさんが多分レベッチなんだ。いや、マエスさんもめっちゃ小さい。いや、本当に俺見せたい。いや
マジでやばいです。いやもう写真でもいじってくるんだと。いや別にそれいじってないよ。それもいじってないいやもうこれね、もうそのままの顔がでかいなんてことも別にわざわざ。そんなでもさ、そこが特筆すべき。そうなん言う。見たところでみたいなとこないですか。いやこれすごい、やばいわ、これすごない、すごいわ、これすごない。でもさ、これさ、腹立つのさ、マイスちょっと斜めになってるこいつちょっと面積をこう分かりにくくしてるっていうのがあるよ、正直。いやこれこう見た時にこのメンツやっぱこうやって見る、そうだよね、こうやって見たらさ、相馬だけめちゃめちゃスタイル悪く見えちゃうんだよ、ね、そうだよな。でロケマさんもちゃんとさ厚底履いてるからさ、そう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 、あいつな。ロケマさんこのスタイルよく見えるデニム履いてる。履いてるね。でもしこたまいじられてたけどね。イノシシ狩り行ったんかっつって。イノシシ狩りしたのよ。穴が開いてたらそう言われちゃう。穴が開いて、それでちょっと汚れてるとイノシシ狩り。じゃあロケマさんも「いやこれ高いやつだし」とか言って「これいいやつだし悪でだし」とか言ってこれめっちゃ可愛いエピソードあって、うん、今日の写真見たら分かると思うんだけど、うん、俺がプレゼントしたサングラスをかけてて。いじろうかなと思ったんですよ、イベントで、うん、でもそのイベント始まるまではだからいじんないとこうと思って、うん、進みたんですよ、はい、で「よしじゃあそろそろ出番です」ってなった時に最後にピクルが「これ相馬さんに買ってもらったやつです」俺つけとるネタどうやっていう相馬の時だね。だから俺もちょっと恥ずかしがってイベントでいじれなかったそれも意識し合ってるな。意識し合っていじりにくいじゃないですか。だからそんな嬉しそうに言ってくれてたらなんかちょっといじりにくいやなんか。あーなるほどね。それいいエピソード。いやそうだね。いやでも俺舞台見たかったな。めっちゃ投げてほしいじゃない。もう一回出てほしい、もう一回やる。なんかさ、俺は出来栄えは一部の方が良かったと思ってる。あ、そうなんだ。アイドルの役ってのはやっぱね、キラキラがやっぱりむずがよくて、キラキラしてる存在が。一緒にいたメンバーとかアイドル役で元ジャニーズとか。あ、そうなの。でも似合いすぎてるな、それ見てる。なるほどね。いやほんまこれやで。でも一番で当てんなんないな。ちょっとイチャイチャしないでよ。一番かっこいいわけないやろ。ジャニーズとかいて。いや本当に他がめっちゃかっこいいのよ。納得いかない。ちょっともう笑いどころ分かってきてる。ちょっと嬉しそうだし。まだうまい。まんざらでも戻ると行数なんですよこれ、はい、そういえば1週間行数で、でもそれを忘れるぐらいナチュラルに1万円いきましたよね多分ね。もちろん他のご飯とかさ、まあ、お酒とかを入れないにしても1万円でこれ1週間の総額9678円。うわすごい、やばくない？だって6人とかもう7人やそうだよね、ちょくちょく7人でそれすごくない？そうね、人数多い方がやっぱお得感えぐいわ。何が一番良かった？カレー。カレー、いやまあパスタ。パスタ、やっぱ俺餃子だった。いや餃子も良かったけど第3位ね。3位か。で2位かな。あ2位。カレーがいけて3。ああ、他何やった？唐揚げ。ああ、唐揚げも良かった。え、だって何でもいい。全部うまかった。全部うまかった。